こんにちは、タッチャニです。いつものキャンピングカータッチャニんちのトムさんからお届けしております。今回は静岡県のエストレールに来ております。先週は愛知県のスラムパークでかなりいいところまで仕上がってきたインテンスの M16、 苦手だったキャニオンのジャンプも飛べたのでね、今度はエストレールで飛べていないロードギャップとベースのところのジャンプをなんとか飛べないかなと思って今回来てます。特にこのベースのところのジャンプは今年全日本選手権が行われる予定のウィングヒルズのゲレンデに出るところのジャンプに似てるんですよ。去年頑張って飛んだらぶっ飛んでしまったあそこですね。怖い。今年の全日本選手権ではあそこなんとか飛びたいですし、それから今年はね、世界選手権、マスターズの世界選手権にもついにチャレンジしようと思ってるので、結構なジャンプがあるんじゃないかなと思ってるんですよ。場所はオーストラリアのケアンズなので、ジャンプ攻略したいんですよね。さあ、タチアニエストレールのロードギャップとベースのジャンプ飛ぶことができるのか、最後まで見届けていただけたら嬉しいです。おお、 16.02、 後ろにインサートプロコアが入ってること考えたら結構いいんじゃないですか。軽いんだ。うん、フェニックスより軽い。ロードギャップが怖いのはきっと路面のせいということでメンテナンスをしました。さあ、どうでしょうかね。怖くなくなるかな。よし、行きましょうか。さて、1本目。ごめんまだちょっと怖いわ。むむ、行ききらんかった。なんだろう、ハンドル高く感じるな。よいしょ。わあ、怖い。まだ怖いな。何が怖いんだろうな。そうです、きっと路面のせいなんですよ。ちょっと滑る感じなんですよね。だから表面のヌルヌルの分を剥がして少し土を入れておいて滑りにくい状態にしておきます。さあ、どうでしょうか。
飯食います。昼ごはん、また買ってきました。どんかに来ましたね。柏飯のセット急行バイガさんをウェーイ、いただきます。ブレーキのコントロールですかね。まあ多分インテンスから頭の中でリアいい動きするから大丈夫だけど、うん、こっちだとなんとかいけるんだよな。こっちはどうかな。昔は飛べたんですけどね。よっしゃ。これも結構怖いはずなんだけど、いけちゃいましたね。これはあれですかね、踏切面が平らだからいけんのかな。ドロップオフですもんね。今悩んでるとこはどっちも面が上がってるから、ジャンプだから怖いのかな。よし、行きましょう。お願いします。くそ、なんであそこあんだけゆっくり行ってもここは飛べんだ。完全にマインドだよね。まあでもしょうがない。あー怖い。ちゃんと侵入して。陰側。いけいけ。うわあ。気合で作戦成功。はあ。最初のターンを丁寧に回ってテーブルを押さえて飛んで、イン側にちゃんと入ってジャンプ。よし、もう一本。よっしゃー、めっちゃ嬉しい。あとこれでロードギャップが飛べれば。OK、 お願いします。さあロードギャップ、飛ぶよ飛ぶよ飛ぶよ。
ビシッたやったー頑張ったんじゃないでしょうか。あー気分いいね、やっぱり。うやうやしてるのは。よし。さあ、2本目。わあ飛ぶんだね、今のは届いた。よっしゃ。お願いします。さあ3本目。よいしょ。わあ、やったー。貫通、全部いけたー。ありがとう。ああ。じゃあ、よかったです。なんとか飛べましたよ。もうちょっと、かなりほっとしました。インデス M16 が体のサイズに合ってて信頼しやすいんですよね。一体感があると言ったらいいんですか。かなり無理をしてもバイクとバラバラにならない感覚があるので、すごい乗りやすいんですよね。あ、嬉しい。モッチありがとう。なのでジャンプなんとか飛べるんじゃないかとは思ってたんですけど、うまくいきました。嬉しいです。実はね、今年のダウンヒルシリーズの開幕が3月31日ってね、結構早いんですよ。いつもより1ヶ月近く早いんじゃないかな。なのでバイクのセットアップとか間に合うかなって思ってたんですけど、どうやら間に合ったっぽいです。というわけで次回はいよいよ開幕したダウンヒルシリーズ、今回は高知県の宿毛市に伺いますけどね、そのダウンヒルシリーズの大会の様子お届けできると思います。うわー、やっぱり怖いな。いや、実はまたまたジャンプが怖かったりするんですけど、58歳のタチヤニは宿毛市のコースを攻略してダウンヒルシリーズ戦うことができるのか楽しみにしていただけたら嬉しいです。これからもタチヤニが60歳で世界一になったり、その先も世界に挑戦していくために毎日取り組んでいること動画にしていきます。ぜひチャンネルを登録してその先を見届けてください。いつも温かいコメントとか高評価ボタンとか大変励みになっております。ありがとうございます。またお目にかかりましょう。タチヤニでした。バイバーイ。